新橋駅前から中継です。小林さん。はい、こちら JR 新橋駅前です。現在ちょうど帰宅ラッシュの時間を迎えている新橋では、家路を急ぐサラリーマンの姿が多く見られます。雪増えてきましたね。足元に気をつけながら一歩一歩ゆっくりと歩く人が多く見られます。また現在も水分の多い大粒の雪が降り続いており、はい、こちら新橋駅前には1時間ほど前はあまり雪は積もっていなかったのですが、現在はこのようにシャーベット状の雪が積もり始めました。ちょっと厚みを増してますね。足元が非常に滑りやすくなっておりますので、今後歩く際には十分な注意が必要です。はい。また現在新橋駅前の気温は0度と、はい、2時間ほど前と比べるとだんだんと低くなってきています。今後も冷え込む心配ありますね。今後もすごく冷え込む予定です。